バッターボックスには真由美が入りましたが、今球場の人が来まして私のそばで耳打ちして6時40分に甲子園球場は札止めにしましたので、今から球場へお見えになってもこの甲子園球場に入ることはできません。お客様にそう伝えてほしいということでございます。ですからまあこれは私が一言余分に使えることで、皆様お家にお帰りになって一つテレビをご覧ください。そうですね。さて真由美です。小さな3番バッター、昨日素晴らしいツーランホームランを打ちまして21本、このカード8本を記録しております。そして8本のうち江川から3本ですね。甲子園で2本、後楽園で1本。まあ、やはり江川はどちらかというと高めにこの球が多いということでね、はい、またその真由美がハイボールヒッターということで、まあ、そういう数字が出てるんでしょうね。中西監督は試合が始まる前のフリーバッティングの時にはセンター付近にじっておりまして報道関係を避けます。そして練習が終わる頃になりますとティーバッティングの付近まで戻ってくる。セーラーにやはりこう話しすぎがありまして、どうしてもこうこちらから水を向けますと話をしてしまうという、なるべくはこう避けたいという雰囲気はあるんですけどね。そうでしょうね。どこの監督もそうじゃないですか。はい、セカンドランナーが岡田、一塁ランナーが加藤です。そして三塁が安藤コーチ。戦う前の予想では江川伊藤ということで、むしろこう伊藤の方が投球時間が長くて江川の方が短いんじゃないかと思いましたけど、逆になってますね。1回はそうですね、立ち上がりはそういったところですね。小山さんの言うストライクは取れる、問題はこれから後ですか。そうですね、いわゆる勝負どころになった時のコントロールですね。はい、だから際どいところのコントロールを持っているピッチャーというのはね、やはりどの球団にいるピッチャーでもかなりいい成績を残しますよね。岡田に6球、そして加藤に7球投げています。高めに行きましたけどね、このタイガースの先発した伊藤もそうですし、この江川にしてもそうなんですよね。この大事なところで高め高めに浮いてしまう球を解消できれば相当にいいピッチャーになると思うんですよね。防御率は 2.50 でセントラルリーグのトップの江川です。この防御率というのは仲間の伏せ物でしてね、はい、126イニング繋げて失点、いわゆる取られた点数は53点あるんですけどね、はい、自責点が35とその差18ですか。はは、それで防御率 2.50 で現実にはたくさん取られてるわけなんですね。これも野手のミスから取られた点もありますしね。はい、ランナーが走ります。ボールです。フォアボールでノーアウトフルベースになりました。表情のマウンド上のピッチャーの江川ですが、オールスターで一緒になった山本投手が面白いことを言ってましたけど、いろいろと話を聞いてたら、酒は飲まない、タバコはあまり吸わない、それから、ミルクが好きで他のものはあまり飲まないと、それから、ビタミン E をなんとか取るようにしてると。どうしてだって言ったら、太ったらいけないし、それで、うなぎが好きでこれは目にいいからということで、非常に体を大事にしている割にはあまり自分の体は動かしてなかったよってのがそのままで言ってましたけどね。割と細かいところに神経使ってるんですね。でダグアウトで話してる時とね、はい、その練習に行ってこうブルペンで投げ出すとコロッとこう変わるんだそうです ね。 ね、それまでのこうなんか陽気な表情が一転して変わってしまいましてね、無表情になるんだって言ってましたね。そういう気持ちの切り替えといいますかね、これは大事なことですよね。いつまでも練習に取り組んでる時も冗談交じりだ具合があるんですね。はい、さてバッターは真由美です。
この回は高めの球を打っている阪神です。そうですね、高めの今加藤がね三振しましたけどボール球を3つ振りましたよね。だからボール球に手を出して助けてる場面もありますね。昨年は重たいバットを振ってこの夏の大会の最中に腱鞘炎で悩みましたバッターの真由美、そして神経質で不眠症。今年はしかしそれをすっかり解消したという、もう眠れなかったら寝らなくてもいいじゃないかと、眠れるまで待とうというような気持ちに変えたそうですね。これはね大事なことでね、僕もね現役の自分にねこの暑い夏なんかでもですね、もう眠くなるまでね朝の3時になっても4時になっても寝なかったですね。で眠くなるのを待って熟睡しましたですね。そしてその日その日で自分自身の体調を考えながらコントロールして練習量を増やしたり減らしたりするそうですね。これは大事なことですよ。特に体力的にってねそう恵まれたその体の持ち主ではないですからね、そういうことは特に心がけなきゃいかんですね。現在ホームランは21本です。山本浩二と3本差、一度はその上に出てみたいですねなんてちょっと冗談で言ってましたけどねまあしかしよくは起こさないことですね、はいはい。本来がいわゆるそのホームランを量産するタイプのバッターじゃないですからね、はい、たまたま結果が20本超してるという結果でね。8球目ピッチャーゴロです。もボールを打って助けましたよね。センターどこにでもいいからもう球を落とすと、そのためにその大振りしないということにまず心がけてですね、非常にコンパクトなシャープなスイングになってますね。その役目といいますか、この当たっている真由美あたりに自分がその繋いでいくということを常に頭には置いてますね。はい。そしてバッターは真由美、今日はフォアボールとピッチャーゴロ、3回目のバッターボックスです。試合が後半に移る2アウト1塁2塁でこの試合の一つのポイントになりますか。そうですね、ここら辺りこれ2アウトですけどもね、これは面白い攻防の一つの場面ですね。はい。セカンドランナーが若菜、1塁ランナーが加藤、そしてバッターが真由美ということで、いずれも球種で今の球を振っていないというふうなアピールに飛び出してまいりました中西監督ですが、今戻ります。クラウンに指名されて九州は遠いからということで断った江川、その九州から大阪にやってきた若菜、そして加藤、この真由美と大活躍です。阪神勢、風はご覧のように吹いています。21本のホームランのうち8本がこのカード、そして8ゲームが12本、左のピッチャーは二浦からの1本だけ、あとの20本は全部右のピッチャー、甲子園球場では10本、ソロホームランが12本というバッターの真由美です。打点は51をマークして阪神最高です。言うなれば阪神での三冠王になるわけですね。だからね、真由美がそれほどの数字を残してるんですけどもね、その数字で真由美が最高というんではタイガースもこれちょっと困るんですよね。はい。追い込んだピッチャーの江川です。巨人はピッチャーが江川、キャッチャー山倉、ファーストが王、セカンドシピン、サードは今日は高田、ショートが河野、外野はレフトが阿波口、そしてセンターがホワイト、ライトには柴田が入っています。風は逆ですがレフトの阿波口の守備が非常に深くなっています。
5球目です。あ、ここでタイガースがね、点でも点でも追加点が取れるという形になりますとね、これはあの伊藤がちょっと楽になるんですよね。でただこれまだ伊藤もね、5回6回終わって7回ぐらいあたりからね、1点というものを意識しかけますからね、はい、その時にどういうその心境の変化が表に出てくるかですね。6球目です。三遊間、ホームに原口が弾いた、ボールはセカンドへ、それぞれが進みました。記録はヒットとエラー2対0。三遊間バックホームを焦りました。その辺をご覧ください。真由美のタイムリー2対0になりました。全然力が入らずにね、タイミングがいいですよね。はい、あのレフトの阿波口の姿が遠く映ってましたけど、バックホームを焦ったあのファンブル、これで二塁三塁、これも巨人にとってはどう出るか。これはね、大きいですよ。足のいない悩みですね。こういったものをね、香取とかですね、それから、まあ、隅ですね、この辺りがどういうふうに解消していくかですね。これはこれから あのジャイアンツの一つの課題ですね。8回の裏、阪神は3番の真由美を迎えています。今日はフォアボール、それからピッチャーゴロ、そして三遊間を抜きましたタイムリーヒット。マウンドを降りた江川、7回106球、ヒット7本、三振4つ、フォアボール1つ、そして2責点が2。初球を狙いました、三遊間、気がつきません。山倉がカバーいたしました。とにかく一生懸命走りまして、前へ前へ前へと気持ちがいっている真由美、記録はヒットになりました。さあ今の三遊間の打球を見てみましょう。ライバルの真由美が打っただけに、本来なら河野はここから踏ん張ってアウトにしたいところですけど、やっぱりタイミングも無理ですかね。そうですね、まあ、ただ河野がね、まあ、追いついて、まあ、セーフになりましたけども、よくまあ思い切った目いっぱいのプレーをやったということ。